株君会も日本は明けおめです。ユうのやさんも明けおめですね。株さん、体調はどうですか早く良くなることをお祈りしていますね。えー、それからベルギーは、えー、今年最後の日も嵐ですか嫌ですね。2024年もお天気日記は継続ですか頑張ってくださいね。うん。あのー、天気日記も継続していこうと思ってます。えー、っと、で、ベルギーもちょっと嵐ですね。うん。三木み濃さんも明けおめです。 カムくんこんばんは。2回目のコロナ感染の具合はどうですかゆっくり休んでくださいね。今年もたくさんの配信をありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。そうですね。ちょっと2回目のコロナ感染。あの、楽かなって思ったんですが、ちょっと倦怠感の方が結構あるんですよ。で、これは共通点ですね。前回のコロナ,コロナ感染と。うん。 久美さんも秋読めです。カブさん、視聴者の皆さん、今年も一年ありがとうございましたえ。皆さんの会話の中には入れませんでしたが、いろんな情報を共有させていただいてとても良かったです。良いお年を迎えください。また来年もよろしくお願いします。うん。まあ、あの、なんていうのかな。前、自分のペースで、なんかコメントとかも結構しなければいけないとかっていうのもちょっと出ちゃうとなかなか難しいんで、まあ、自分のタイミングでまた今年もよろしくお願いします。 うさんも明けおめです。株くん日本時間で2023年も残すところ3時間弱。株くん楽しかったわ。私はとても楽しい1年だったわ。ありがとうございます。ただいま気温は0度。朝までにマイナス8度,8度の予想。しかしながら日の出は見,られ,見れそうです。来年も一年、良い1年になります。株くん今日は私、今日も私は株くんも大好きだ。あはは、笑い収め。来年もよろしくね。 ちばね、うん。あの、いつものいつも明るいですね。うん。まあ、えっと、今年もね、よろしくお願いします。藤原うまこさんもおめです。かぶくん、今年もお世話になりました。ただいま、東京は12月31日、23時23分です。あとわずかで新しい年になりますね。うまこは、今日初めて座りました。座りましたえ、今日は特別に忙しかったわ。 幸せですよね。自転車に乗っているときは座って、確かに <laughs>。ちょっと笑わせないでくださいね。えカブ君ただいま、紅白歌合戦で、藤井フミヤがトゥ,ルトゥルーラブを歌ってますよ。日本はいろいろあったけど、今のところ平和ですね。カブ君毎日ありがとうございます。嵐なんですね。体も気をつけてくださいね。来年もどうぞよろしくお願いいたします。また来年ね。うん。え、でも、だって。 座ってたって、あの、今年、えすごい、そん、やっぱ仕事しすぎですよ、それ。うん。まあ、確かにチャリンコの時は座りますけど、うん。ねえ。あ、ルコピアクラーさん、秋梅です。カブさん、こんばんは。いよいよ日本は新年を迎えます。今日は掃除をして年越しそばを食べて新年を迎える準備は万端です。うん。今はまったりお茶湯を飲みながらカブくんテレビを聞いていますよ。 さて、今日は年末ジャンボ宝くじの当選発表日でしたよ。うん。私は来年こそ、チケット当たりたいので、弦を担いでの対案の一流万倍日に10枚買いましたよ。おぉ、一等当たるかな。ドロドロドロ。おぉ、下2桁57。え、よく見ると私の下2桁、うくじっていうのが見えました。やったー。もしかしたら当たってると吹くわけて確認。 60、61、62。あれあれ、だんだん離れていく。結局私が買ったのは60番から69でした。チーン、うーん、やっぱり私は今年も300円の女でした。では、皆様、良いお年をお迎えください。はい、ということだったんですね。昨年の思いですね、これね。あの、いろいろこんなこともありましたね、なんか。あの、ちょっとこう、ゆずるくんのチケットの時も、なんかね、うん。今年は、 運がもっとついていってほしいですね。うん。そして、ここからがですね、新年、えっと、ね、あの、超えたコメントになってくるということになりますね。ゆうのやさん、はい、明けおめなんですが、また V1 丁。かまさん、日本は年が明けて2024年になりました。明けましておめでとうございます。今年も楽しくよろしくお願いしますね。え、たつ年がスタートですね。うん。いい初夢が見られ、見られとりですね。 でも今まで一度初指を見たことがないですね。噂に聞くような富士山の初指とか見てみたいですね。初指って何あのー、大晦日から、でも、でも、例えば大晦日をこを超えて、もう、あのー、朝になってるこれ、これもう、年を超えてますよね。だから、場合によっては、これ、初指になるんじゃないもう、見ちゃった場合は。ねそこ,そこら辺のあれかわかんないけど。うん。はい。坂場さん、どうもです。あ、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  酒場です明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。皆様にも良い一年になりますように。うん。秋おめですね。うん。レモンみかんさんもけおめです。かぶくん、日本は2024年たつ年。元旦明けましておめでとうございます本。今年もよろしくお願いします。ハニーズさんのノービス。あ、これにはにーくんからちょっと紹介しますか。れまだね、うん。かぶくん、ガッツラはゴジラの英語なまりのつぼりでした。 あそうなんですね。すみません。初笑いさせていただきました。あ、ガチラっていうこと言うんですね。マイナスワンはマイナス1で、で、えー、ガチラマイナス1という題名でだ、第二次世界大戦以降の焼け野原の日本に現れるゴジラの最新映画です、えー。紅白歌合戦にはクイーンが出演されましたよ。星野源さんの生命体、ミーサのメドレー、愛の形が身体、体と心の底から歌われていて素晴らしかった。本当よ。 うん。あとはキッチンで忙しくてあまり覚えていません。えー、たくさんドミノ倒しをしんがの,の歌もありましたが、成功しました。もうそうですね。けん玉リネス記録更新は残念ながら失敗しました。あー、けん玉リネスなんかやってるんだ。これって何あのー、高齢行事かなんかで、ね。ドミノ倒しをしたのかの歌んー、そ,そんなんあるんですね。うん。 はい。あ、それさんも秋おめでーす。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。カブさんにとって2024年がと素晴らしい年になりますように願っております。うん。お互いにとって健康に気をつけて過ごしたいですね。一日も早く回復を願ってます。いや、本当ですよね。あの、な、なんだろう。あの、僕は、新年早々どころかな、なんて言うんだろう。終わり、新年終わりもね、あれだし、ね、なん、なんて表現すればいいのかな、こういう場合はね。 うん、信仰で終わって信仰で始まるっていう感じかな。ね、そんな感じですよね。うん。そして本日1月1日はですね、世界平和の日ですということですね。ベトナム戦争中の1968年にえ、平和のために特別な祈りを捧げるように、ローマ教皇が世界のカトリック教会に呼びかけたことにちなみ制定されました。え今日は晴れ予報となっています。予想最高の日は9度ですと。 ということなんですね世界平和の日です、今日は。うん、1月1日え、世界は平和にあの、今年は本当に、昨年は平和とはちょっと逆行してる感じありましたからね。うん、藤原ウ子さん、これですね、あこれはね、さっきこの2回あ明け秋めですね、乾杯が明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。この1年、きっと良いことがありますように。ありますよ。 あるあれば、うん、かぶくんが日本に帰ってきます。なんだか嬉しいな。うん、喜んでいるのは、うま子だけではありませんよ。じゃじゃん、きっとかぶくんのおばあちゃんも心待ちにな,なさっていますよ。わかるわ。かぶくんはおばあちゃん子よね。うま子もおばあちゃんの子だから、あ、おばあちゃん子だからわかるわ。うん、かぶくん、毎日ありがとう。またね。そうなん、そうみたいなんですよ、なんか。うん、で、今回ね、日本に帰るきっかけってのは、もうほんと祖父母にね、 会いに行くっていうのはね、ほんともうそれだけでいいかなっていう感じで。うん。あの、それでも伝えたらね、なんかめっちゃやっぱ喜んでましたよ。自分で言うのもおかしいですけどね。うん。だからなんか,なんか生きるモチベーションみたいになってましたね。うん。多分今回はね、本当に余計なことあんま考えず、まあ祖父母の家にいることが結構多いかもしれないね。うん。でまあ一緒に出かけたりとかする感じかな。うん。あとは生き物観察かな。 うん、はい。空貝さ,さん、秋読モもう一度です。あ秋読モもう一度ですね。これはでもあれかなえっと、2023年ですね、えー。2023年も残すところわずかになりましたんで、23年の総括をしたいと思います。まず、日本国内の話題になりますが、今年は車,のか車に関する事件と、えー、ジャニーズ事務所に関する問題で大きく揺れた1年となったと思います。 確かに。車のこともありましたね。えー、車に関する事件としては、7月に中古販売、えー、中古車販売などを行う、ビッグモーターで保険金不正請求などの数々の不正や、えー、店舗前の植木を無断で伐採するなどの行為が発明し、うん。大きな社会問題として取り上げられました。さらに12月には、認識、あえー、っとね、認証試験での 大規模不正が明らかになりまして、日本国内の大発の工場すべてで操業停止になるというとんでもない事態となっています。うん。これも、これもそういえば何かあったな。確かにね。そして、今年特に震撼させた出来事,事件としてはですね、旧ジ,ジャニーズ事務所のジャニー北川元社長による長年にわたる政界問題が判明し、えジャニーズ事務所の61年の歴史に、に、 歴史に幕を閉じる時代に発展しました。えー、紅白歌合戦に関しても、今年は旧ジャニーズ事務所のタレントは出場ゼロとなっています。うんえー、社名を変えて再出発をしていくことになりまして、今後どう変革させていくのかが今後注目すべき点となっています。それともう一つの国連問題として、えー、週刊誌報道の下劣さが例年以上に相次いだことを問題視しています。 うん。ハニュウズル選手の電撃発表に関する、えー、報道に関しては、え、メディアクラスメントが平然と行われている状況であるえー、このえ問題も引き続き注意深くえー、見ていかないといけないことだと思っています。うん。で、えー、海外に目を向けるとウクライナ情勢とイスラエルとハマスの衝突などが で、戦争が相次いしとなりました。そして、北朝鮮は今年も日本や韓国に向けて、今年もミサイルも何度も発射させました。温暖化問題策など、世界各国で協力し合う必要のある諸問題があり、戦争をしている暇などないと思いますが、それにもかかわらず、こういうことが起きているのはとても悲しいことです。うん 私個人としては、今年は初めて株君テレビの視聴者の方と実際にお会いすることが、機会があったりと、初めて宮崎県を旅行したことなど、いろいろと活動することができた一年だったと思います。長崎の平和公園と原爆資料館に行けたのも良かったです。9月にピッコさんともお会いしました。様々な話題で盛り上がりました。株さんが今年一年は、去年以上に充実した活動がたくさんできたんじゃないでしょうか。 陸上フィギュア作品はもちろんのこと、表情練習、自然観察、えー、ヨーロッパの、えー、動物園訪問、オランダへのサイクリング、旅など、さまざまな活動をなさいましたね。そういえば、オランダに行きましたね、そのね。よく覚えてますね、あの今思い出しました。えー、来年はますますさまざまな活動ができる年などいいですね。個人的には、今度はさ表情作品で、えー、森山直人さんの虹の,虹の作品を見てみたいですね。 今年は私も株君テレビにおいて様々な話題をさせていただきました。様々な話題に耳を傾けていただき、皆様ありがとうございます。来年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお過ごしください。いやー、本当振り返ってみるとかなりありましたね。忘れてることもいっぱいあるな、ちょっと。まあ多分ありすぎて、ありすぎて、まあ結構本当にいろんなことありましたね。特に社会問題、すごいあったなって思いますね。 うん、はい。というわけでですね、株君会、これで、えっと、初コメは終わりかな初コメ。うんあ。あの、今年もよろしくお願いします。うん。